JB セントラル駅は、マレーシアのジョホール州ジョホールバルのマレー鉄道ウエスト、コースト線の駅である。ジョホールシンガポールコーズウェイ付近の慢性的な交通混雑を解消するためのマレーシアの国家プロジェクトの一環で、ジョホールバル駅の東側に建設された。なお、JB セントラル駅の共用開始に伴い、ジョホールバル駅は廃止された。旧駅正面入り口は、 ブンアブドルラザク通りに面し、従来のジョホールバル駅の北側にある。JB セントラル全体面積約7万9000平方メートルのうち、鉄道駅は9500平方メートルである。ジョホールバルシティスクエア、スルタン、イスカンダルビルディングと歩道橋で接続されている。旧ジョホールバル駅の軌道より8メートル高い位置に3本の島式ホームに6本の軌道があり。 共状駅となっている。ホームと出海札会は、エスカレーター、エレベーター、階段で結ばれている。出海札がある三階とホームの間の二階に、イミグレーション施設と出発待合室、機品室があり、当駅からシンガポールに向かう乗客の出国手続きが行われている。なお、入国手続き施設も設置されているが、シンガポール領内のウッドランズトレインチェックポイントで、 マレーシアの入国手続きが行われているため、当駅の施設が使用されることはない。出海印刷会には、両替所や、ファストフード、コンビニ等の店舗が入居している。バスターミナル、タクシー乗り場は、鉄道駅東側の地上にある。2000台収容の駐車場が、ホームの上層に配置されている。近くにあった小樽やバスターミナルは廃止された。ありがとうございます。